どうも、大島ちゃんです。今日は、福井市西開発のイオンスタイル、の、建設現場に、やってきました。今これちょっとずっと歩いて現場に向かってるんですけど、まあここは、元はラニー運輸という、運送会社があった場所なんですけど、まあここの場所は、ラニー運輸が移転して、まあ、さら地の状態で、イオンリテールの、看板が立ってたんですよね。まあその時点でもうイオンができるのはもう、分かってたんですけど、まあどんな形態のイオンの、ショッピングセンターか、イオンモールかな、どんな形態の、店ができるかとは、思ってたんですけど、このなイオンスタイルというまあイオンモールではないんですけど、食品スーパーと衣料品の店ですよね。まあ、これが、2階建ての、店らしいですよね。まあ、この今現場に来て、こう見てると、前の方は駐車場で、奥の方で今建設が、始まってますよね。まあ、重機がいっぱい、並んでますよね。まあ、これ今、工事は始まってるんですけど、来年の、夏に一応オープン予定らしいですよね。で、まあこの看板をちょっと、横の看板見たんですけど、まあテナント募集、新規テナント募集という看板がつい、立ってますよね。まあこのイオンスタイルは、2階建てで、敷地面積が1万5000平米ぐらいですよね。まあ近くにヘワードのフレンドタウンという、商業施設、まあ、ショッピングセンターあるんですけど、まあそこが2000平米ぐらいなんで、まあちょっと若干敷地面積は小さいんですけど、2階建てで、まあ1階がスーパー、2階が衣料品、そしてこのテナントが入るらしいですね。まあそこに飲食店も入るということで、まあ、どんな店が入るか、期待できますよね。まあ、楽しみですよね。まあ、福井にはイオンがなかったんですけど、まあ、こうやってイオンの、ショッピングセンター。まあ、これができるということで、まあ、あと期待したいのがイオンモールですよね。まあ、これも、何年か後には、おそらく、できるでしょう。ということで、今日はイオンスタイルの建設現場からお送りしました。それじゃね、またね。